こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今回は新しいお知らせがあります。オンラインサイン会の開催が決定しました。私が監修した楽譜っていうものがあって、模範演奏の CD が付いてるものがあるんですが、出版社さんのご協力のもと、オンラインでサイン会を開催することができることになりました。去年の年始ぐらいから始まったこの新型感染症の影響でなかなか演奏会ができなくなってしまって、できたとしてもお客様をお見送りが難しかったりとかして、こう直接なかなかお会いする機会が作れない1年半、2年だったので、このような形で皆さんと交流できる機会ができたことはすごく嬉しいなと思っています。オンラインでの開催ということなので、東京におられない方でも地方の方でも参加できるのかなと思うので、それもすごく嬉しいなと思っています。今回のサイン会なんですけれども、開催日が来年の1月23日の日曜日の2時から4時ぐらいの間という風になりました。抽選で20名様限定という形になっています。今回サインが対象になる楽譜っていうのが3冊あります。こちらなんですが、テレマンの無伴奏の12のファンタジーと、あとその他ヘタン調が入っているテレマンの曲集みたいなものですね。こちらと、ハンガリー田園幻想曲とその他3つの商品ですね、ドップラーの。サロン風マズルカ、子守歌、野草曲が入っている曲集になります。こちらの2冊は私が監修をして、演奏している CD が付いているという形になります。最後に1冊、こちらなんですが、こちらは私が監修したわけではないんですけれども、中に付いている CD の方の演奏を担当させていただきました。バッハのフルートアレンジ集というもので、バッハの他の楽器の作品で有名なものっていうのをフルートに合うようにアレンジされたものになります。こちらは楽譜を1冊、例えばこれだけ欲しいよっていうことでももちろん大丈夫ですし、3冊まとめて欲しいよっていう形でももちろん大丈夫です。例えば3冊買われたよっていう方がいらっしゃいましたら、3冊それぞれ1冊ずつにサインは入れさせていただきます。オンラインのカメラ越しにはなるんですが、直接お話をして書いてほしいお名前のリクエストもいただいて、それをその場で直接画面越しにはなってしまうんですが、書かせていただきます。通常の対面のサイン会って、だいたい1人お話できても10秒、20秒、10秒ってことはないかな、15秒から20秒ぐらい、長くても30秒ぐらい、30秒も時間取れたらいい方かなと思うんですけれども、それぐらいしか時間が取れないんですが、今回はオンラインということもありますので、最低でもお一人2分お時間を確保させていただきました。進行状況によりもしかしたらちょっと長くできたりするかもしれないんですけれども、最低でも2分は確保させていただきます。なので、例えば日頃のフルートのことのお悩みとかもちょっとぐらい質問したり、それにお答えしたりとかもできるのかなと思っています。今回のサイン会で参加特典というものを考えています。今ちょっとまだデザインを考え中なんですけれども、楽譜それぞれに私の非売品のポストカードを1枚お付けする予定になっています。違うデザインのポストカードが付くので、例えばこれとこれを選ばれても2枚同じポストカードが来るっていうことはなくて、それぞれ違うデザインのポストカード2枚付いてくるというような感じになります。例えば3冊だったらもちろん3種類違うポストカードが付いてくるっていう風になります。どの写真にするか迷ってるところなので、もう早く決めなきゃなと思ってるんですが、受付日までちょっと考えさせてください。参加費なんですけれども、この楽譜の実費、楽譜代と、あとはお送りする送料、それだけになります。なので、サイン会の参加費っていうものは実質的には無料という形になります。楽譜代と送料のみになります。今回のオンラインサイン会の受付期間なんですが、12月26日から12月31日までという風になっています。12月26日の8時15分から受付という予定なので、そちらはまたこの YouTube の動画と、あとは他の SNS でもお知らせをさせていただきます。先着順ではなくて抽選の20名様ということになりますので、12月31日までに申し込んでいただければ、平等に抽選に参加することができます。初めての試みなのでちょっと緊張してますし、もちろん一緒にワクワクしているのですが、少しでも皆さんと交流できたら嬉しいなと思っています。たくさんのご応募をお待ちしています。12月26日の夜にまたお知らせをさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。その他、Instagram、Twitter、公式 LINE などやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。